そして暴れた人です。そうですね、スタートは谷川さんと、一騎打ちになって、向こうも元 GT500 のドライバーで、ずっと憧れのドライバーとこうしっかりバトルできて、でさらにまあ僕らはその、まあ、そこだけじゃなくてちゃんと3時間後 の、 そのチェッカーということを今回はしっかり意識したレースができたので、チーム一丸となって頑張れたレースでした。そうですね、まあ、もうちょっとスピードではかなわないなと思ってたので、もう淡々とミスなくコンスタントに行って、まあ、車が軽くなってから勝負かなと思ってたので、まあ、その辺の作戦はバッチリいきましたね。SP5、今回は15台の選択に。